僕の名前を呼ばれて頭真っ白になった。だって今まで一度もそんな経験なかったからね。そう、君は教室の中で一番遠くの席で手には届かぬ存在だって勝手に思ってたんだ。文化祭の手伝い一緒にしてくれると窓際の火を受けてこの僕の手を引っ張った。周りの男子たちはあの辺に取られている。初めてのジェラシーはなんだかいいもんだ。どうして僕なんだろう、他にもいるのに。クラスの中疑問の嵐、マドンナの選択、なぜか僕が君に選ばれて心臓バクバクしてるよ。ずっと言えなかったけど3年間も片思いした日々、きっとほんの少しだけ願い届いたのかな。どんなことも諦めなけりゃいつかはいいことあるさ。ゴルゴサイが終われば、ただのクラスメイトに僕たちは戻るだけ。そう、なんとなく予想つく。それでも君といるとすべてが楽しくなる。もう少しこのままで生き延びさせてくれ。どうして僕なんだろう、見当つかない。仲間たちはダイブイング、マドンナの気まぐれ。不意に僕の名前を呼ばれて頭真っ白になった。だって今まで一度もそんな経験なかったからね。そう、君は教室の中で一番遠くの席で手には届かぬ存在だって勝手に思ってたんだ。どうして僕だったのかさりげなく聞いた。おしゃべりしてたかのと出れながら答えた。なぜか僕が君に選ばれて心臓バクバクしてるよ。ずっと言えなかったけど3年間も片思いした日々、きっとほんの少しだけ願い届いたのかな。どんなことも諦めなけりゃいつかはいいことあるさ。